アメリカ政府は12月14日に元 FBI 捜査官のロバート・レビンソン氏の拉致に関与したイランの高官2人をブラックリストに追加したと発表しました。アメリカ政府高官は当日、イランが不法拘束したアメリカ国民を釈放しなければ、イランとのいかなる合意にも達すべきではないと述べました。2007年3月、レビンソン氏はイランの機首島で行方不明になり、その後イラン当局によって拘束され、 今年3月に刑務所で死亡ししたたと伝えられました欧州委員会のホンデアライエン委員長は12月14日に、欧州連合 EU とイギリスとの間の通商協定をめぐる交渉は、最後の段階に入り、合意につながりえる妥協案の輪郭が見え始めたが、詳細においてはまだ議論の余地があり、イギリスと公正な競争環境を構築したいと述べました。 欧州委員会のスポークスパーソンであるダニエル・フェリー氏は、期限が迫っているが、EU は合意に達するため、全力で取り組んでいると述べました。12月31日でイギリスのブレグジットの移行期間を終えるため、それまでに通商協定の合意ができなければ、イギリスは合意なき離脱に至ります。12月14日、南米で今年世界初めての皆既日食が観測されました。 正午、太陽が月によって徐々に覆い隠され始めると、チリのアラウカニア州の空が暗くなり始め、午後一時頃には太陽が完全に隠れました。当日、回帰日食を見るために数万人が集まりました。南米での次回の回帰日食は2048年になります。NTD ジャパンがお伝えしました。